あのちょっとこんなとこで言いづらいんですけどなんでしょうお金貸してくれへんえ珍しいなんでちょっと今月大ぶ買ってもうてうわほやなそんな計画的に使わんと何に使っただから大ぶ買ってもうていやだから大仏を買ってもうて大仏買ってもうたそうそうそうんで いやちょうどなんか部屋にギリギリ入りそうない、e、いサイズの大仏あったから衝動買いしてもうていや大仏衝動買いするもんちゃうねあんまりあでもローンやでいや支払い方なんでもいいね別に<ん>いやいや知らんけど、うん、えお前大仏なんか興味あったっけあ、というのもあの僕ツイッターやってるんですけど、うん、フォロワー2000人おるんですよあほんでこ,こいつ見え張ってますよこいつねツイッターねフォロワー300人しかいないんですよ <laughs> そうやで300人しかおらんよいやいやフォロワー2000人おるよで、ね、あ違う違うフォロワーに1000人がおんねんフォロワーに1000人おのそうそう,そう,そう,そう はんツイッターやんの仙人やんねんえでその仙人がしょっちゅう大仏の写真あげてるからかっこええなと思って星になってもうてんあその仙人の影響ででその仙人がこ間あの大仏買ってんやんか何がおもろいかそれいやその仙人がツイッターあげてんねんから大仏買うやろあちゃうゃう大仏置いてる台にぶつかって大ぶ買ったってことややこしい分からへんって分からへんっていやローンあんなか知らんけど俺金貸さへんから。 何の話最初言うてたお金お金貸してくれへんってあちゃちゃあ,ちゃあ,あの今友達の岡がうちに居候してんねんけどだいぶ使ったせいで岡の寝るスペースがなくなったからお前んちで岡寝かしてくれへんって言う岡寝かしてくれへんやったん、うん、そうそうそうはあ<ぁ>、うん、全然知らんやつ出てくれへんそそ止めへんんでそんな絶対あでもあれやで岡あのパン作ってくれるでいそパンお前,お前パン作ってくれやつやんかお前パン作ってくれやつやそいつ お前パン作ってくださいう。パン作パン作るや。おかおかパン作るの。お前パン作ってパン作るや。パン作るやんけお前。パン作るや,や,やつな。そんなもんや。家止めれるかー。いやそのパン作る人間おるわけないやん。あ、そうかそうかそうか。どうもありがとうございました。